どうもミノミュージックへどうもミノです。本日はですね、邦楽の一発屋特集やっていきたいと思います。はい。えー、一発屋っていうね、響き、なんかちょっとネガティブなものを感じ取る人ももしかしたらいるのかもしれませんが、もちろんですね、やっぱ一発でもヒット放ってるだけあって、えー、彼らの楽曲本当に素晴らしいです。はい。えー、めちゃめちゃ楽しめるもの多いです。この機会で、一旦邦楽の一発屋振り返っていければと思います。はい。 でね、一発やってちょっと定義が難しいところがあるんですよね。人によっては、いやいや、他にもこういう曲あるよ、みたいなね、えー、あると思うんだけど、ちょっと、えー、そこは、広めになんかスタンスを取ってる感じで、今回やらせていただきます。ということで、えー、まず一組目は、こちら、トラブリュー。はい、高橋ジョージ率いるトラブリューですね。もう、皆さん、俺が何をね、言うか予想ついてると思うんですけども、 ロード。はい、こちら。この楽曲、なんと、えー、驚異のダブルミリオン超え、えー、220万枚売れてます。厳密なこと言うとですね、ロード、えー、2章、3章ってこの後出るじゃないですか。えー、それらもトップ10入りのヒットにはなってるんですよ。だから、まあ、そこをね、ちょっと一発やってくくるのもあれかもしれないんだけど、やっぱね、もうこの曲のインパクトにつきますよね。そして、また珍しいのが、このアーティストのね、キャリアの中で、 でえー、続編を何回もリリースするっていうパターンそれがしかもね売れるっていうのもまあなかなかないですよねこれだってロードね15章まであってシリーズ合計300万枚以上売れてるとすごいよね。 もうトラブリューと高橋ジョージの音楽キャリアはかなりの部分ロードと言ってしまっても過言ではないぐらいだと思います。はい。そんなね、もう珍しいキャリアをね、辿ったトラブリュー、えー、なんですけども、こちらのね、楽曲、まあ素朴な、なんでしょうね、フォーキーな、えー、ハーモニカとか入ってくるバラードみたいな感じの曲調なんだけども、えー、有名なエピソードありますね。トラブル時代の高橋ジョージが、えー、女性ファンから手紙をもらうんですね。えー、で、内容が今、子供を妊娠していてで相手が、えー、まあ、罰 時ででしかも一時の父ととちょっと複雑な関係ですえー、そこでもう子供いらないとね、言われているという、どうしたらいいのかという、まあそういう相談の手紙をね、高橋上司もらうんだけど、えー、その後ですね、この女性交通事故で赤ちゃんと共にま亡くなってしまったというね、えー、そういう,、えー、もう衝撃的なニュースを聞いてそれを元に書いたという。で、まあ歌詞をね、そのエピソード知ってると結構リンクする部分もね、えー、あるっていうか、うん、まあそういうバックグラウンドがあるんですね。はい。でもロード of a thought. 今、15章まであるんですよ。もう、すごいよな。で、ロードしか入ってないアルバムとかもあるっていうね。えー、そんなロードの印象がね、すごく強いトラブリューと高橋ジョージだと思うんですけども、これね、俺、こないだ知ったんだけど、高橋ジョージ実は YouTube チャンネルやってて、で、これ内容がめっちゃおもろいんですよ。一人多重録音ビートルズ風作曲みたいな。えー、ギター、ベース、ドラム、ボーカル、もう全部ハモリも自分でやって、で、なんかカバーとオリジナルの中間みたいなことやってんですけど、めちゃくちゃクオリティ高いんですよね。これね、ちょっとね、ぜひ、 えー、ビートル好きの方トラブルー好きの方見てほしいなと思いますね結構楽しめる YouTube チャンネルです普通にミュージシャンとしてすげえってなりますはい続きまして、えー、人間の証明のテーマジョー・山中ですねこの人もね個人的にはちょっと一発屋のくくりに入れるのは心苦しいところもあるんですけども、えー、元々はフラワートラベリングバンドというねグループで、まあ、日本の国産ハードロックの草分け的なことをねやってた人ですね日本語ロック論争で ハッピーエンドが日本語ロックをやるみたいなところの、ま、対立軸っていうか、え、対抗勢力の方にいた人ですね。英語でやるんだっつって。で、ま、彼のプロジェクトもカナダに行って、で、そこで一定の成功を収めたりとかもするんですけども、そういうのが70年代前半ぐらいにあってからの、こちら70年代中盤ぐらい、角川映画、人間の証明、これが森村誠一さんですね、原作の主題歌ということで、ま、大ヒットしました。50万枚超え。当時のさ、ゴリゴリのロックやってた ジョー山中からするとなんか一気にメインストリームの世界に飛び込んだっていう感じですよねこの曲でもねすごく珍しい内容だと思うんですよあのハードロックバラードみたいな感じの曲奏なんだけどハードロック すいバラードってさ、例えば、後にね、リーズとか、あとは XJAPAN とかそういう路線のね、楽曲出してるバンドいくらでもいるけど、なんか70年代のハードロックのバラードみたいなのって多分ね、あんまり日本で売れてきてないと思うんですよね。で、しかも、英語詞なんですよ、この曲。だから相当ね、あの、イレギュラーなヒットだったと思うんだけど、 うん。あの、C いて似てるなって思うものをあげるとしたら、マウンテンの創造されたウエスタンのテーマという楽曲にちょっと似てるかなと思います。男臭いロックバラードですね。えー、もともとジャック・ブルースが書いた曲なんだけど。で、この曲もね、ちょっとね、面白いエピソードがありまして、ジョー・山中この曲がヒットしてる時に、大麻取締法違反でパクられてるんですよ。だから、ラジオとかで放送禁止になってしまって。まあ、映画とかのね、影響はもちろんあったから、それで、えー、ヒットしたところはあったんだけど、なんか <laughs>、 <laughs> そういうところも面白いですよね。うん、いかにもロックミュージシャンって感じのエピソードだけど。はい。えー、続きまして、こちら、ホワイトベリーの夏祭りですね。これ、原曲はジッタリンジン。 だからカバーなんだけど、またカバーの曲で一発屋っていうのもちょっと日本だと珍しいケースなんじゃないでしょうか。まあ、そもそもやっぱ洋楽ほど日本ってカバーしない気がするしな。海外はね、カバー曲の一発屋って結構いるんだけど、この曲、ジッタリン・ジンの原曲よりもね、もう全然全然売れて、こっちの方を知ってるっていう人の方が多いんじゃないですかね。まあ、原曲ももちろんめちゃくちゃ素晴らしいんだけどね。まあ、なんかただこのホワイトベリーのバージョンって、 あの、ボーカルのピッチとかもちょっと怪しい部分があるっていうか、パンクとかにも通ずるようなアンチテクニックみたいな姿勢もね、感じられるそんな演奏だと思うんですけども、逆になんかそのちょっと危うい感じがこの夏のもう一瞬で過ぎ去っていくような、 えー、ない思い出みたいなところ。まあ、打ち上げ花火みたいな感じにね、歌詞で、えー、出てきますけど、そういうのをなんかうまく掴んでる、そういう感じのカバーに僕は仕上がってるなって思いますね。またこれも編曲が面白いんですよね。もう本当に J-POP の定石に全然とらわれてないっていうか、ま、あ A メロ B メロサビがあって、えー、また A、B サビあって、オチサビが、みたいななんかそういうもういわゆるテンプレみたいなのを全く採用してないっていうか、うん。ジャカジャンジャカジャンジャカジャンみたいなのもさ、なんかちょっと、 を感じるよねなんかすごく変わっててね、僕は面白い曲だなって思います。はい。えー、続きまして、こちら。大ブラザーズバンドそれが大事これはもうさ、一発屋と言ったらみたいな曲じゃないですか。本当に、えー、一番最初ぐらいにね、パッと思いつく、そんな曲だと思うんだけど、こちら160万枚。驚異の大ヒットですね。これも歌詞がさ、もう、いわゆる応援ソングみたいな、そういう感じの典型ですよね。負けないこと、投げ出さないこと。 逃げ出さないこと、信じ抜くこと。ダメになりそうな時、それが一番大事と。これがね、91年なんですけども、ザードの、えー、負けないでが93年。だからなんか当時、ちょっとこういうね、応援ソングが流行ってたっていうのもね、まああるんでしょうね。 うん、で、他にもですね、クレヨンしんちゃんの初代オープニングも実は担当していて、えー、歌を歌おうという楽曲。はい。これもね、結構普通にいいです。はい。やっぱね、だから、一発屋だからもう、このね、一番有名な曲しかないんだろうみたいに思う人もね、いるかもしれないんだけど、意外とね、他の聴いてみるといいのあったりするもんなんですよね。あの、ボーカルの立川敏之さんは、えー、結構ね、楽曲提供とかももうずーっとやってて、それこそ、ケヤキ坂46とか、えー、もやってたりするから、まあ、 普通にバリバリプロのミュージシャンですよね。うん。 まあだから本当にこのね、一個のヒット曲の存在感があんまりにもうす,ごすぎてそういう仕事がね、なかなか脚光を浴びない部分はあるかもしれないけど、意外とね、こういうところのね、ミュージシャン、注目しめるのも、個人的には面白いのかなと思います。はい。えー、続きまして、こちら、ジュディ・オング見せられて、はい。これ、一発屋にあげるの、ちょっと、んってなる人もいるかもしれないんですけども、あの、そもそもこの曲、79年の大ヒットで、ジュディ・オングって60年代中盤から活動してるんです だからもうベテランでそんな10年以上活動してる人を一発屋みたいに呼ぶのもどうなのかなーって意見もちろんあると思うんですがちょっとでもですねあの枚数を知ると一発屋かもってなります見せられて123万枚売れましたその次に売れた曲が愛は命これ8万8000枚ですねはいだからまあ 十何倍ぐらいの差があるということで。まあ、それだけでも見せられてがヒットしたということですよね。うん。これさ、俺ね、歌詞が本当にすごいと思うんですよ。堤美京平のね、作曲も本当にマスターピースなんだけど、歌詞、好きな男の腕の中でも違う男の夢を見る。ね。まあ、ここもね、本当にすごい表現だと思うけど、その後、えー、私の中でお眠りなさいと。 すごいよね。このね、奔放な女性のさ、ちょっとなんかね、もうすぐに気抜いたらどっかにね、えー、行ってしまいそうなそういう奔放な女性なんだけど、私の中でお眠りなさいと。 母性も持ってるっていう、そこ、そこ本当にすげえ表現だなと思います。はい。ちょっとなんか、谷崎とかに出てきそうな、丹美的な悪女みたいなね、そんな感じの空気も勝手に僕は感じ取ってるんですけど、これもね、でも作曲もね、堤美京平、本当にすごいですよね。ブズーキとか出てくんのかなこのね、エキゾチックなアレンジで、 本当にあの、まあ、隅恭平の最高到達地点というか、70年代までのね、隅恭平の全てをもう入れましたみたいな、それぐらいのパワーを感じます。この後ね、またね、なんか CCB とか仮面舞踏会とか、ちょっとそういうね、えー、シンセがね、たくさん出てくるような作曲とかどんどん取り入れるようになる彼だけど、なんか、このあたりのね、本当に最高峰な気がしますね。 えー、皆さん誰しもフェイバレットのね、一発屋の楽曲あると思うので、ぜひですね、えー、コメント欄の方でそれらシェアしてもらえたら嬉しいなと思います。そんな感じでミノミュージックでした。それでは。